先生、最近糖尿病の診断を受けました。ネットで調べたら、怖くなってきてしまいました。よく寝ないと、糖尿病が悪化しやすいと、ネットに書かれていましたが、本当なのでしょうか？それは心配ですね。糖尿病患者さんにとって、睡眠の質は非常に重要です。睡眠不足は血糖コントロールを悪化させ、合併症のリスクを高める可能性があります。良質な睡眠は、日中のエネルギーレベルを高め、糖尿病の管理に役立つのです。そうなんですね。知りませんでした。糖尿病を悪化させないために、睡眠の質を高めたいです。わかりました。今日は、糖尿病を悪化させないために、睡眠の質を高める方法を3つお伝えします。まずは1つ目、睡眠習慣についてです。睡眠習慣には、自信がないです。毎日同じ時間に就寝し、起床するようにしてください。また、睡眠不足は食欲を増加させ、不健康な食習慣につながりやすいので、適切な睡眠を確保することは、食事管理にも影響します。睡眠の質を高めるために、具体的な方法はありますか？はい、まず、寝る前に、リラックスする時間を作りましょう。例えば、軽い読書や、リラックスできる音楽を聴くのが効果的です。カフェインや、アルコールの摂取は控えめにして、寝室を快適な環境に保つことも大切です。体内時計を整えることで、より深い睡眠を得やすくなります。就寝、起床時間を一定に保つのは、どのように役立つんですか？規則正しい生活リズムは、睡眠の質を向上させるだけでなく、日中のエネルギーレベルや、気分にも良い影響を与えます。また、睡眠不足は食欲を増進させ、不健康な食習慣につながりやすいのです。睡眠不足が、食欲に影響するんですね。どのような影響があるんですか？睡眠不足により、食欲を増加させるホルモンが活性化し、特に糖分や脂肪の多い食品を求める傾向が強まります。これが不健康な食習慣を招き、結果として血糖コントロールに悪影響を与える可能性があるのです。なるほど、睡眠と食習慣は密接に関係しているんですね。まさにその通りです。質の良い睡眠は健康的な生活を送る上で非常に重要な要素なのです。夜中に目が覚めてしまうことがよくあります。夜中に目が覚めた時は、ベッドで悶々とせずに、別の部屋でリラックスする活動をし、眠気を感じたら、再度、ベッドに戻るようにしましょう。ありがとうございます。実践してみますね。糖尿病を悪化させないために、睡眠の質を高める方法。二つ目は、食事についてです。先生、私は朝忙しくて、朝食を食べないことが多いのですが、朝食って、睡眠の質にどんな影響を与えるんですか？朝食は、一日のエネルギーを供給し、血糖値を安定させる、重要な役割を果たします。バランスの良い朝食は、日中の気分や活動性にも良い影響を与えます。どんな朝食が理想的なんですか？朝食の糖質が睡眠に影響するって本当ですか？はい、正しいです。吸収が早い、単純糖質を多く含む朝食は、日中の覚醒を妨げることが研究で示されています。例えば、ブドウ糖や果糖など、血糖値を急激に上げる単純糖質が多い朝食を摂ると、昼間に眠気を感じやすくなる可能性があります。それじゃあ、糖質を全く摂らない方がいいのでしょうか？それも適切ではありません。糖質や食物繊維をバランスよく含む朝食を摂ることで、早く覚醒し、日中の活動性を維持しやすくなります。ただし、血糖値を急上昇させるような糖質は避け、体が効率的に処理できるような糖質を選ぶことが重要です。炭水化物、タンパク質、脂質をバランスよく含む朝食が理想的です。全粒粉のパン、低脂肪のプロテイン、新鮮なフルーツや野菜などを組み合わせると良いでしょう。朝食を摂る時間に制限はありますか？特に厳格な時間はありませんが、起床後1時間以内に朝食を摂ることが一般的に推奨されています。これにより、1日の血糖値の安定に役立ちます。朝食を抜くとどうなりますか？朝食を抜くと、午前中のエネルギーレベルが下がり、過食や不健康な食習慣につながる可能性があります。特に糖尿病の方は、定期的な血糖コントロールが重要ですから、朝食は欠かさないようにしましょう。朝食に気をつけて、健康な生活を心がけます。ありがとうございます。健康的な朝食は、良い一日のスタートにつながります。先生、睡眠の質を高めるために、食事に関して、他にも大切なことはありますか？はい、朝食以外でも、特に、単純糖質の摂取には、注意が必要です。例えば、甘いお菓子や、清涼飲料に含まれるブドウ糖や果糖は、血糖値を急激に上げます。これらは体内で消化、吸収されやすく、過剰摂取は、血糖の急上昇を引き起こすため、睡眠リズムに悪影響を及ぼす可能性があります。では、どんな糖質を選べばいいんですか？穀類、芋類、豆類に含まれる複合糖質を選ぶと良いでしょう。これらは消化、吸収がゆっくりで、血糖値の上昇を緩やかにします。このような食品を選ぶことで、血糖値の急激な変動を防ぎ、良質な睡眠につながる可能性があります。複合糖質ですか？具体的には何を食べたら良いでしょうか？全粒穀物がおすすめです。これは精白されていない穀物で、食物繊維やビタミン、ミネラルなど栄養が豊富です。玄米や発芽玄米、雑穀米、全粒粉のパンやパスタ、オートミールなどが良い例です。それらを食べることで、どんな効果があるんですか？
全粒穀物は健康的な炭水化物で2型糖尿病や肥満、心臓病のリスクを低く抑える効果があると多くの研究で示されています。精製された穀物より栄養価が高く、血糖値の急激な上昇を防ぎます。ありがとうございます。オートミール、食べてみますね。糖尿病を悪化させないために、睡眠の質を高める方法、3つ目は運動についてです。運動ですか？運動は苦手なんですよね。適切な運動は睡眠の質を大きく向上させます。特に中強度の運動は深い睡眠を促し、全体的な睡眠パターンを改善します。散歩や軽いジョギングなどが効果的です。運動するタイミングはいつがいいんですか？朝や昼間に運動するのがベストです。夕方以降の運動は避けると良いでしょう。なぜなら運動によって体温が上がり、就寝前には体温が下がることが望ましいからです。運動の持続時間はどれくらいが適切ですか？1日に30分から1時間の運動が理想的ですが、忙しい日は短時間の運動でも効果があります。ポイントは無理せず継続することです。運動を始める際の注意点はありますか？糖尿病患者の場合、特に血糖値の変動に注意し、運動前後は血糖測定を行うことが大切です。また、運動に不慣れな方は、まずは軽い運動から始め、徐々に強度を上げていくと良いでしょう。ありがとうございます。これから運動を取り入れて、質の良い睡眠を目指します。素晴らしい決意です。適切な運動で、睡眠の質も健康も改善されることでしょう。先生、今日学んだ、睡眠、運動、食事の管理を、どう実践したらいいですか？大切なのは、これらを日常生活に統合して、バランスよく実践することです。質の良い睡眠を確保するためには、毎日一定の就寝、起床時間を守り、リラックスできる睡眠環境を整えることが重要です。運動はどうすればいいですか？運動に関しては、毎日の軽い散歩から始め、徐々に運動量を増やしていくことをお勧めします。運動は朝や昼間に行い、就寝前の運動は避けましょう。食事管理はどうすればいいですか？食事については、バランスの取れた食事を心がけ、特に朝食をしっかりとることが大切です。朝食は1日のエネルギー源となり、血糖値の安定にも寄与します。この3つを総合的に管理するのは難しそうですが、やってみます。最初は大変かもしれませんが、継続することで体と心の両方が慣れてきます。健康的なライフスタイルを送るための第一歩です。何か困ったことがあれば、いつでもご相談ください。